The music of no. 煩悩レディオ。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 こんばんは、クレバです。FM 心765 The Music of Note クレバ煩悩レディオ、今日も1時間お付き合いください。クレバコンサートツアー2017トータル908絶賛開催中でございます。おとといが茨城のと茨城バッ茨城ね、ひたちなか市文化会館大ホール、茨城の人がなまってるがゆえに茨城になってしまったってことだと思うんですよ。茨城の人が茨城って言ってましたからもうしょうがないんじゃないかなって気もするんですが、正式は茨城でございますね。1月から始まったこの番組も今日入れて残り3回、わお早いですね、あっという間です。今夜もメッセージ&リクエストいっぱい紹介していきたいなと思ってるんです。なぜかと言いますとです、先週聞いてない方いらっしゃるかと思うんですが、質問がだいぶこう溜まってきて、でメールもたくさんいただいてますと、でどん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 もう事前に目を通すことなく持ち込んで片っ端から答えましょうって言ったんですけど、大して答えきれなかった、まあ、答えたつもりです、頑張って答えたんですが、皆さんから深い内容に深く答えているうちに時間が過ぎてしまい、でその放送を聞いた方からまたメールが来てですね、今目の前に先週の2倍のメールが積まれております。ここからもうランダムにピックアップしてもうリードしていきたいなと思っております。もう帰国したての生徒みたいになっちゃいましたけども、今ランダムにピックアップしてリードしていきたいなと思っておりますが、ちょっとねありがたい話なんですよ。おはがきの方もたくさんいただいてますし、封書の方もいただいてますし、その辺の方をたくさんも紹介していきたいなと思っておりますというところで、今日はですね1曲目なんですけども、後々の企画に少し関わってくる、まあ、いつもかけてる曲なんですが、後々の企画に少し関わってくる曲を、一発目にかけてみたいなと思います。クレバーのアルバム嘘と煩悩からタイトルチューンですね、嘘と煩悩聴いてくる。お送りした曲はクレバーのアルバム嘘と煩悩から嘘と煩悩でした。これ後ほど関わってきますから、まあ、いつも聴いてるおなじみの曲だと思うんですけど、なるほどなというところもあると思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。インターネットからは FM 心のホームページ心.jp にあるリクエストプレゼントのバナーから、おはがきお手紙の方は郵便番号 530-8560FM 心クレバ煩悩レディオまでどうぞよろしくお願いいたします。郵便番号 530-8560 FM 心クレバ煩悩レディオまでよろしくお願いいたします。じゃあもうね、早速この目の前に山と積まれたメッセージをちょっと読んでいきたいなと思うんですけれども、こっち書いてみようかな。埼玉県三郎さん、クレバさん、スタッフの皆様こんばんは。毎週日曜日が楽しみで、普段あまり家にいないのにこの時だけはゆっくり拝聴したいといそいそと家に帰るようにしています。石川長野公演両日とも参加させていただきました。わありがとうございます。埼玉や大阪とホール公演を体感してますが、ライブハウス公演はまたホール公演とは違ってて、ようやくこれでトータル908を体感できたのかって実感しました。石川公演は1曲目始まる前からなんかいい感じになれそうっていう雰囲気が漂ってましたが、会場一体になって盛り上がった感じがとても楽しく、クレバさんも最高の笑顔で嬉しかったです。長野公演は会場が熱唱って感じで、前日とはまた違った最高を体感しました。本当に行ってよかったと思える公演でした。ありがとうございました。体調気をつけてくださいねということでした。ライブハウス公演とホール公演で内容を変えてるんですね。内容を変えてるっていうとちょっと違うのかな。関西でちょっとライブハウスでできないのが残念なんですけれども、まあその代わりライブは一番楽しめると言われてる最初見て最後見るみたいな、それに近いことが大阪で見てくれた方は6月10日のね神戸見ていただくと、ああ成長して帰ってきたなっていうのは感じられるんじゃないかと思うし、何度もこの放送の中で言ってるんですけど、神戸すごくいい雰囲気だというような話をしたんですが、それがそのさっき話し合った金沢とかもね本当に良くて、すごいいい雰囲気でみんなが楽しい、すんごい楽しそうなんですよ俺から見えてる景色が。
だからそれを見て俺も楽しくなるっていうのがよくありましたね。ライブハウスだから顔がよく見えるというのも、あったと思うんですけれども、この、ね、彩子さんも、ライブハウス公演のアレンジも最高でしたと。今まで数えきれないくらいクレバさんのライブに行ってますが、また新たな最高との出会いに知らない最高がまだまだあるんだなと思い、クレバさんの笑顔と最高の表情で来てよかったなと心から思い、涙が止まらなくなりました。ありがとうございます、ありがとうございます。努力してよかったなと思いますよ。2発分こうライブの準備をするような感じっていうんですか、そういう風になってますから、そのやっぱ努力が報われるか報われないかっていうのはもう皆さんに楽しんでいただけるかどうかにかかってますから。ただその前にね、やっぱり自分も満足したいっていうのがあるんですよ。よくなんか自分が楽しくないのに楽しいはずないだろうってよく言って、そんなことないよって思ってたんですけど、今回はあそうかもなと思いましたね。自分と熊井五郎とライブハウスでは、2人でやってます。でホールの時はバンドでやらせてもらってるんですけど、バンドで自分の曲をこうアレンジして演奏するっていう作業を一回やって、実際に自分が作った曲に戻った時に足りない感を感じさせてしまったら一番いけないですし、これすごくね難しい感じなんですよ。道のりは一緒、ゴールも目指すゴールは一緒、もちろんその多少のズレはあって、今日は天気が良かったからなんとかとかあるかもしれない、ドライブみたいな感じで道のりは一緒なんですけど、乗ってる車の大きさと車種がもう全然違うドライブっていう感じなんですね。ただ同じような満足感を味わわせなきゃいけないということで、ちょっと方向を変えて、バンドはやっぱりアレンジすると豪華な感じ、ゴージャスな感じが出ますから、熊井五郎とやるものに関しては新しい機材を、買って導入してちょっと深みを加えたような感じですね。より音好きの人たちはこう些細な変化、微妙な変化を楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。ぜひともチャンスがあれば両方来ていただきたいなと思ってるんですが、ちょうどね今ねここに手に取ったやつはロビンママさん51歳女性、クレバ様スタッフの皆さんこんばんは。毎週とても楽しみで、20時59分からのカウントダウンのドキドキ感は半端ないですありがとうございます。さて今回お聞きしたいのは生バンドの皆さんについてです。ちょうどねクレバ様がすごい人たちと称する皆さんですが、私はお名前くらいしかわからなくて、皆さんの人となりや音楽の話を煩悩レディオでご紹介してもらえたら、次回の神戸ライブがさらに楽しいかなと思ったりします。寒暖差、風、花粉、PM2.5 負けないで頑張ってください。お体を大事にしてくださいね、ということなんですけども、そんなにすごい人たちじゃないですよ、おじさんばっかりですね、おじさん今回はキーボードの柿崎陽一郎さん、ギターの近田清人くん、コンちゃんはねタメなんですけど僕とね、それからドラムの何くんだったかな、僕ちょっと名前わからないです、ドラムのなんとかくんと、まあベースの岡雄三さんというメンバーでやってますね。柿崎さんは久保田俊信さん作品、最近のね、最近というかまあここ20年くらいなのかな、アレンジなどなど手掛けてますし、そこで出会った方ですね。柿崎さんは本当にうまいと思う、演奏が。バンドで練習の時から何回も聞いてるんですけど、何回聞いてもいいなと思うプレイをしてくれるんですね、で、コンちゃんはね、コンちゃんはその柿崎さんが連れてきたのかな、いろんなところで、それこそ先週お話しした石井達也さん、コメコメクラブの石井達也さんのバンドというかね、石井達也さんがソロでライブやられる時のバンドにも柿崎さんとコンちゃんに参加してたりとか、あとは韓国のねアーティストの方のバックでやったりとももう知ってるみたいですね。でドラマのちょっとなんとかくんは本当わかんないんで、誰のことなんだろうって感じ、ドラムいたかななんて思ったりしてるんですけど、でベースの岡さんもね、うまいね、うまいなと思うんですよ。なんかすぐにこうノリをキャッチしてくれて、とても面白い方なんですけども、レコーディングとかもね結構いつも頼んでやってもらってるんですけど、早いですよ。そしてなんかこう理解があるしね、楽譜とかも岡さんがいつもこう起こしてくれるんですけど、僕楽譜書けないので、それもすごいスピードでやってくれますね。仕事きっちりだしノリも抜群っていう、ね、そこは最高なんじゃないかなと思っております。はい、
あのピックアップ無作為にピックアップしたつもりがちょうどそのライブハウスとバンドの違いの話みたいなのになりましたけども、あのこれもまたね、皆さんのメッセージが導いてるのか俺がそう決めてるのかスタッフのなんかこう策略なのか分かりませんけれども、すごく面白かったなと思います。まだまだメッセージ紹介していきたいと思うんですが、ここで一曲聴いてもらいたいと思います。リクエストも来てますね。ハツさん、ハツさんはね、これさっきね、これリクエストでちょっと読ませていただいたんですけども、このメールだけちょっと読ませていただいたんですけど、あのお友達がね亡くなって、その友達が僕俺のこと好きだったのかな、それであの俺のアルバムを聴いてみようと思って聴きに来て、ライブに来たらあの聴きたかった曲が聴けたという話をいただいております。ありがとうございます。ということで、ハツさんのリクエストでクレバでテカモを聴いてください。お送りしたのはクレバのニューアルバム嘘と煩悩からテカモでした。クレバ煩悩レディオ、お知らせの後はルーツオブクレバポーポーポーな感じで行ってみたいと思います。クレバ煩悩レディオ、煩悩レディオ、煩悩レディオ、煩悩レディオ。販売実績3年連続日本一、ビッグモーターの高価買取には訳がある。車を売るならビッグモーター、やっぱりビッグが一番。Access to your mature life with music. Please enjoy good music on Whole Earth Station FM Kokolo. 3月25日土曜日、ZEP 大阪ベイサイドで開催 Rocks for Children。 出演は Go Go Vanillas、 ストレイテナー、トライセラトプス、斉藤和義と中村達也のユニットマニッシュボーイズ&モア。チケットは現在発売中、お問い合わせは夢番地まで。親父の矢を今年も開催。武道館公演が決まったザ・ピースを中心に、真心ブラザーズ、トモフスキー、フラワーカンパニーズ、内海陽子、横横バンドらが4月8日大阪城野音に集結。泣く子もだまる演奏ばかりだから家族連れでも OK。 詳細は清水温泉 .com。 FM ココロ The Music of North Roots of Clever G。FM ココロ765 The Music of Note クレバ煩悩レディオ。ここからの時間はルーツオブクレバ、ルーツオブ908、私クレバのルーツミュージックに触れてもらおうというコーナーです。今夜はね、あのテーマがしっかりありまして、今夜のテーマはレゲエ、これですね。私を語るにおいてちょっとレゲエは外せない道でありましたし、今日の1曲目に嘘と煩悩をかけさせてもらったんですけども、あれもこう自分の中に流れる、脈々と流れるそのレゲエから受けてきた影響を自分の中でこう出したつもりですね。もっと言うとレゲエの中にこう存在するラガマフィンヒップホップっていう、レゲエから影響を受けてこうヒップホップをやってる人、そのラガマフィンヒップホップの影響を自分なりにこう消化して日本っぽくして出したっていうような感じがあったんで、今日はちょっと1曲目に嘘と煩悩をかけさせてもらって、そのルーツとなったレゲエについてちょっとお話しさせてもらおうかなと思うんです。自分がレゲエに興味持った、ちゃんとレゲエをレゲエだなと思ったっていうのは、結構日本のレゲエアーティストの影響が最初だったんじゃないかな、大きいんじゃないかなっていうところがあります。まずね、リトルいるじゃないですか、キックザカンクルー のリトルがVIP クルーっていう東京にレゲエのクルーがあって、そこにいたんですよね。そこのスピーカーをこう運ぶのとか手伝ったりとかしてて、でボーイケンさんであったりとか、ライムスターの作品などにも参加してますけど、日本のレゲエ DJ のパイオニアみたいなボーイケンさんって方がいるんですけど、ボーイケンさん自体もそれこそさっき話したラガマフィンヒップホップじゃないですけど、ヒップホップの方にこう現場にもいつもいたし、レゲエの現場とヒップホップの現場、ダンスの現場とか、そういうのが今みたいに細分化してなくて一つになってたんですよね。だから触れる機会もすごく多かった中で、原宿で洋服屋で働いてる時に、近くのお店で働いてたリップスライムのりょうじくんが休み時間とかにうちの店に来るんです。で、日本のレゲエアーティストのダブって言いまして、こうなんて言ったらいいのかな、レゲエは DJ って言うと歌う人なんですね。でそのいわゆるヒップホップでとこの DJ みたいなのはクルーでこう何人かでやってる人が多くて、サウンドっていうんですけど、そのサウンドが自分たちのダンス、いわゆる自分たちの現場でかける曲をアーティストに頼んで特別な曲をかけさせてもらうっていう。だから例えば俺がそのダブ依頼されたら、例えば音色のこの音色の部分を自分たちのクルーの名前に変えて、だから
さっき VIP が出ましたけど、愛してんぜ VIP みたいに歌ってもらえませんかって言って、自分たちだけの曲を持ってて、それをこうダンスの現場でかけて盛り上げる、そんなの持ってんのかすごいなみたいなのやるっていうのを、どうやって入手したのか分かんないんですけど、りょうじくんがなんか持ってて、でいろいろ聞かせてもらってる中とかで、自分たち的にすごい盛り上がってきたのが、トキワっていうあの大阪のクルーがあって、自分のファーストアルバムにも参加してもらった NG ヘッドとか、リョーザスカイウォーカー、それからジャンボマーチ、タカフィン、最初プシンとかもいたんですけど、うん、そのなんかプシンとかも結構そのトキワの、トキワ周りのカセットテープとかで知って、でそこから結構その現場にいろいろ行くようになったりしていくうちに、レゲエにハマってたし、当時ね、あのそれこそラジオですよ、ラジオで、今ファイヤーボールかな、横浜の代表ですよね、ファイヤーボールのクリスさんっていう人があのメインの DJ やってるリディムネーションっていう番組がやってまして、それでずっとレゲエ聞いてたんですよね。でその間にこういろいろ、レゲエいいな、面白いな、この曲いいなって思うものが増えていって、自分 DJ やってたから、その DJ の幅を広げるために、他の人と差をつけるためにも、ちょっとレゲエいろいろ買ってってみようと思って、ちょうど自分表参道で働いてたんですけど、表参道って裏原宿で働いてたんですけど、表参道駅からその裏原宿行く間の道というか裏道にレゲエのレコード屋さんがねあったんですよ、7インチ売ってる。だからそこに寄っていつもお店行って買うみたいなのを続けてるうちに、気がついたらもうレゲエばっかり聴いてるっていうような状態になってたんですよね。自分の時間が、 DJ の時間が30分とかあっても、15分ぐらいはもうレゲエかけたりとか、気がついたらレゲエばっかりかけれるぐらいハマっていったんですよね。他のヒップホップの人であんまり聞いてる人もいなかったからかもしれないから、あのレゲエをすごいかけてるうちに、ヒップホップ専門誌からなんかレゲエの最近のいいの教えてくれって言われたり、一回あの DJ のはじめくんっていうね、あのニトロ周りでやってる DJ はじめくんとレコーディングやった時に、あれの12インチどっかに売ってないって言われて、あ、それならあそこにありましたよって教えるくらい、レゲエのことは結構知ってるような時期もあったぐらいレゲエにハマってたんですよ。でそんな中でですね、今日かけたいのは、その自分がハマったそのレゲエのリディムの面白さっていうんですか、レゲエはバックトラックのこと、リディム、まあ、リズムの、そのジャマイカでいうパトワ、あ、ジャマイカ英語のことパトワっていうんですけど、このリディムっていうのはトラックのことですね、自分たちが呼ぶところのバックトラックで、同じ一つのトラックの上でいろんな人が歌って、まあそれが一枚のアルバムになってると言ったら、全曲トラック同じで歌う人が全員違う、それが普通になってて、7インチ小さいレコードで一人一曲ずつぐらいこう出てるのをたくさん買って、その同じリズムの中でどんどんつないでいく、そんな中でそのインストというかリリムを持ってる人が、自分が歌わせたアーティストに歌ってもらった、さっき出たダブとかを入れながらその現場を盛り上げていくっていうのをやったんですけど、自分がね一番最初にハマったそのリディムがで、ジョイライドっていうのがありまして、まあなんかね、これはヒップホップの現場でかけてもやっぱすごく受けましたし、いつも聞いても、今聞いてもね、すごくフレッシュに聴けるリズムなんですよね、まあ、リディムなんですよね。これをね、最初に全部7インチで揃えて、でアルバムも買って、これすごいいいんだよって人に勧めたのをなんかすごく覚えてますね。そこからもたくさんそのリディムごとに集めたりとかも始まっていきましたし、あの面白いなレゲエって思うようになりました。それからレゲエの人たちは現場がすごく強い、さっき言ったみたいに一つなんか流行ってるリディムがかかったらその上に乗っかって、ヒップホップでいうとこのフリースタイルみたいなので、ラバダブっていうのがあるんですけど、持ちネタをその場の感じに歌詞で変えてきながらどんどんやる面白さみたいなのをすごく見せてくれたのを覚えてますね。その辺のうちからもうだいぶ僕の中にレゲエが染み込んで残ってます。今ではちょっとなんかこのリディムいいから聴こうみたいなのはね、ある時期から2000年ぐらいからかな、音質とかにこだわるようになってからあんまりなくなってしまいましたけども、そのレゲエが持ってる面白さみたいのは、今でもこう好きなものだし、分かっていたいものの一つだなと思ってます。ちょっと話長くなってしまいましたけども、じゃあその先ほど話しましたジョイライドっていうリディムの中からですね、ターニア・ステファンスの You're not ready for this yet、 これがね好きなんで、ちょっとこれ聞いてみてもらいたいなと思います。どうぞ。 Hey